はーい。こんにちは。ということで、今回も、将棋ウォーズやっていこうかなって思います。今回ね、10分切れ負けでやっていこうと思います。まあ、なぜかっていうと、一つ前の動画を見ていただけばわかるんですけど、10秒地獄ですね。はい、お願いします。本当に10秒地獄だったんで、今回はね、10秒やめて 10分でやっていこうと思います。はい、ということで、得意戦法が飯島流引き角ってなってたんで、まあ、じゃあね、まあ、振り飛車対策万全だぜみたいな感じっぽいんで、ちょっと今回居飛車させていこうかなって思います。ただ最近の本当のプロのもうわけはわからない角換わり系ありますよね。終盤まで考えられた。そこら辺もわかりませんので、ちょっとそこら辺は、そういう変化にならないようにさせていこうかなって思います。ということで、ここまで上がっとくか。腰掛けになるかな。自分は腰掛けにせず、右玉に組んでいこうかなって思います。引いて、まだここの段階じゃわかんない。ほいっと。右側が。くっついとくか。これ玉形、こっちとこっちってあるんですけど、ソフトはここにいることをお勧めします。そうなんです。ソフトはここにいることをお勧めしてて、なぜかっていうと、その狙われるとこあるんですよね。ここをよく狙われるんですけど、ここに対して、銀をここに引く手を見せるんですね。こっちに寄っちゃうと、銀を引く手がなくなっちゃうので、あまりソフトはなんかこっち行ってもこっち戻れみたいなことを言ってきたりします。ということで、桂跳ねるかな。桂跳ねていこう。ということで、難しいんですけど、ここから。まあ、ここに打ちたいんですよね、角やっぱり。形的に。形的にいい位置なんで、打つか。ここも受けてるし、まあ、ここを狙っていこうぜってことですね。で、まあ、8五歩から、7五歩、同歩、7四歩みたいな手もあります。あ、ちょっとそういった手を狙っていこうかなって思ってはいます。まあ、同桂同桂、同飛車みたいな手になるんでしょうね、おそらく。そしたら9五歩から絡んでって、9二歩打って同香に同角成みたいな手もちょっと狙っていければいいかなっていう感じでしょうか。まあ、こっちから反発して争点になってるので、4五歩から同桂から攻めていくような手もありそうですけど、まあ、玉頭なので、ね、ちょっと怖いとこではありそうですね。で、やはり7五歩狙いになるのかなって思います。まあ、どこかでね、なんかここに8二歩とか叩いて同飛車に、まあ、割り打ちみたいでも、まあ、どこかでは生じてくるのかなって思います。まあ、なんか角手放してなかったら、まあ、4五歩みたい手がね、4五歩同桂から、なんか、5三桂成みたいな手もね、なんか、よくプロの将棋とかだよね。なんか、右玉系ではないですけど、なんかそういった手もありますよね。桂損して陣形が崩れたぜっていう、その桂損と陣形崩れた差を主張する。
みたいなこともあるんですけど。じゃあ9五歩ついときましょう。どこかで、ここを打てるように、歩切って、いけるようにしないと、あれなので。なので、まあ、7五歩狙いで、7五歩同歩に、7四歩打って、7四歩打って、まあ、桂跳ねに同桂で置いて、同飛車で、まあ、なんか、さばいていく感じかな。ただ、相手の方がね、自分より長考派かなって思います。同じとこ狙ってきたな。つくか。取られちゃうんで。次取る手がありますね。ああ、そうなんだ。へえ。なるほど。歩成り、単入れる。なんかそんなのもあるよね。あ、同銀はなんか歩で追い返されるから、一旦歩成り入れるか。同角同、同銀で。歩対銀上げて。ちょっと形崩そう。形を崩してから、まあ、これ取られちゃう歩だったんで、崩してからですね。まあ、手数を稼ぐか、それとも形を崩すかとか、ちょっと駒のね、損得とかね、ちょっと難しいんですけど。まあ、歩打ってくるのかな。打つと思うんだけどな。歩打引きます。結構硬いですね、そしたら。あ、次、角打ちが見えてますね。まあ、金引いたらこっちになって、王手。ああ、そうやる手か。飛車回るっていう手は、どう？振り飛車らしいけど。振り飛車らしいけど、歩とかで止められて、微妙。銀はちょっと引きつけたいですね。ちょっと囲いがもろそうなんで。なんか矢倉崩しで桂打っていくような手とかね、ありますよね。ああ、無視ですか。取ると？取ると何？金打つってことかな。取ると、取って、金打って。取ってみたくなったな。取ると、金打つ？ついただけかな。ここで考えられてるってことは、確認しているのか、そんなに考えてなかったってことかな。いやー、わかんないよー。まあ、取る手もあるんだけどね。まあ、こっちに本当はなりたいんだよね。で、ここら辺と連動して攻めていきたい。
せっかく飛車がいるからね。そこら辺と連動して攻めていければいいかなって思います。まあ2枚替えはできるんだけどな。こっちなってね、なって王手かけてから取って取って取ってで2枚替えはできるんだけど、引くか。 引いた方がちょっとこの形が悪いよって言えそうなんで、引いておきましょう。取るとむしろ同銀でこの5三の地点受けられちゃうんで、角が成りづらくなります。どこかでここに角打つような手がありますね。ここ狙って金から一気に決めに行くタイミングだったら、そういった手が生じてきそう。あとこれ2四歩同歩2五歩と次歩で同桂から攻めていくような手もね、どっかで生じてきそうですね。まあ、9五歩突きもありそう。9五歩から、なんか、9筋ちょっと絡めて攻めるような手とかも、どっかで生じてきそうですね。まあ、9二歩同香、まあ、9、ん？あ、違う、1五歩か。1五歩同歩、1二歩同香、1一角とかでね、まあ、金引かれると、死んじゃうんですけど、その瞬間に、壁桂になったことを利用して、ちょっとここで決めに行くっていう手も、どっかで生じてきそうかなって思います。時間的に、おお、その手はなんだ？ああ、まあ、ここ切り込んでいこうってことか。ああ、でもちょっと嫌っちゃ嫌かな。桂とか打って、ちゃう。 なんかね、ここやられるの嫌だね。嫌だな。一応突っかけようか。ああ、同銀か。いや、同銀は、あれですね、ここ取れるんで、なんか、刺さないと思いましたが。うん、切るかな。それか、ここ伸ばしていくような手もあるんですね、こっち寄って。切って。いやー、切りそんなに良くないのか。まあ、これ出てきますね。5五金、同銀、同桂。かなー。そこまで追われる 追われる立場になってしまいました。その位置が嫌だってことか。いや、ちょっと崩そう。圧迫感をね、与えましょう。そうですね。もうなんか普通の声で喋ってるかもしれないですね。以上。同銀かな。突っかけられるの嫌だけど。でもこれ歩、次歩？
が嫌だからな。うん、突っかけてきました。これ受けんのかな。本当はこっちで攻めに使いたいんだよね。受けようか。仕方ない。で、この桂、なんか攻めに使えそうだから。ね、別に銀打たれても上がっておけば問題ないんだけど、ちょっと怖かったんで、受けちゃいました。本当はこの攻めに、同桂取ったら、歩打つよとか、そういったのを見せた方が、良かったかもしれないですけど、ちょっと怖かったですね。やっぱ圧迫感あるのは、相手の方の方がちょっと怖いんじゃないかな。どう取る？同玉か、角打つか。なんかこれはさすがになんかバラして良さげだよね。なんか手あってもおかしくなさそう。銀捨てとかで。他に馬は捨てない方がいいな。なんか嫌だな。気持ちの問題だけど。歩、大事な歩、打っちゃおう。どう取る？で、これでまあ逃げ道が狭まった。いや、でもちょっと、決め方がわからない。こんな手でいい？わかんないや。結構考えたけどわかんなかった。いや、難しかったです。まあ、なんか、馬寄るか、銀打つかって感じですけど。いやー、ちょっとわかんなかったな。いや、まあ、極めてくるってことかね。いや、まあ、取ったらなんかここからなんか来るんですよね。いやー、ちょっといい手だな。いい手というか、ちょっと嫌な手ですね。ん？ちょっと待って、今、危なかったような気がした。ああ、この瞬間、なんでもないか。なんでもないなら、打って、ちょっと多分詰みますね、これは。次、寄る手があるんで。それ受けるのって、それか、あ、でもこれ詰んでそう。馬で、1、2玉に2二金打って、2二金打って、1三玉に、2一金で詰みかな。飽き王手的な感じですね。ちょっと受けがないと。ありがとうございました。ちょっと怖かったですね。結局、やっぱ時間多く使っちゃうな。
ありがとうございました。おっと、前回忘れてましたね。ふいっと。はい、感想戦していきます。今回ちょっと、まあ居飛車やってみました。で、まあ角換わりになりまして、端歩の付き合いはまあ2局だったんで別にいいかなって、9六歩つかないでいいかなって思ってたんですけど、まあこれ右玉ですね。相手の方はオーソドックスな角換わり系です。まあ、6二金、8一飛車型ですね。で、まあこれで、まあ、4歩ついてって、まあ狙い目は4五歩からですね。ここ怖いので。で、まあここで5六歩ついていったんですね。まあ5四金に5五歩、6五金同銀同桂、もしくは同歩とかの、そういった攻めもあるんですけど、まあちょっと、ここ5のね、天王山くらい取っとくことによって5六角と打つことができるので、まあちょっとそこら辺も狙っていました。で、5六角打ちまして、まあここの、7四の歩を狙っていきます。で、まあ、間接的に8五歩から9二歩という手も狙っていたので、まあ、一応、端歩、後から突き越します。で、ここですね。ここで、まあ、単に、同銀ですと、まあ、歩で追い返されます。まあ、単に同角、同角、同銀も歩で追い返されて、引いた後に銀でこの7四の歩を取られてしまう。なので、先に7三歩成入れることによって、金をばらします。王様から離したいですよね。で、金は斜めに誘えています。金は斜め方向で戻ることができないので、斜め方向に誘います。ちなみに銀は、上です。上に誘います。そうすると、斜め方向でしか戻れないので、上下に戻る、下、後ろに戻れません。なので、まあ、金は斜めに誘って、王様から離しました。で、角打ちです。まあ、飛車成りされたんですけど、まあ、意外に、右玉硬いので、飛車内されても、そう簡単に、脆い時もありますけど、そう簡単に、意外になんとかなります。では、2四歩つきました。で、これ取って、まあ、同銀だったんで、4四と、歩と、まあ、この桂頭の歩を取っていきます。そうすると、後で、4五歩からの攻めも、どこかで生じてきます。これ、同銀、同馬もあったんですけど、利きが、5一の方がいいかなって思います。圧迫感が王様に近い方があるので。で、これ、同銀と取ってしまうと、同桂で銀に当たるので、この銀結構、要の銀なので、ちょっと受けました。これ、同歩だと、5五歩から、また、次歩で、桂馬絡まれるんで、5五歩には、銀引けるようにしました。ただ、ここ、3六歩開くので、ちょっと怖いとこであるので、ここ気をつけたいとこですね。3六歩に、3七桂跳ねると、3七銀とか、形決められるのも嫌だったんで、先に跳ねて、3八歩と打ちました。これ先に銀なりも、桂なりもあったんですけどね、ちょっと、ここは難しいとこです。ここはもう決めに行こうかなって思ってました。まあ一応、玉形ボロボロになったんで、よかったんですけど、ここでのちょっと攻めが分からなかったですね。あー、馬でしたか。なんか、3二とか引かれるの嫌なんですけど。まあ単純にそれでよかったって感じですね。まあ端絡めてっていうことですか。なるほど。考えたんですけど、ちょっと、すごい安全に行こうかなと思ったんですけど、かえってちょっと安全じゃなくなりました。これちょっと怖かったんですけど。これ引いた時に竜切りが、金に当たってたら、引いて、竜、6七竜に同金で、銀だと詰まない、詰んでるよね。詰んでますね。それがやっちゃったなって思ったんですけど、ちょっと、銀で、詰まないか。竜消えてるから。詰まないけど、金だったら詰んでるんで、ちょっとそこは焦りました。これちょっと遅いので、その間に、もうちょっと決めようと思って。この囲いは この形は覚えた方が良くて、3一馬から2二金打って、1三玉の形で2二金と、空き王手することによって、ここ、まあ、歩しかないんで受けられないんですけど、まあ、受ける駒あっても、ここに打ったところで、して、同馬と取れるので、問題ないということで、詰みでしたね。ありがとうございました。ということで、ね、いや、うまく勝ち切ることができました。こういう、局面です。好きですよ。やっぱ受けみたいなとこなんですけど、まあ、どちらかっていうとなんか比
比較的よく印象はっていうイメージで自分攻撃的な棋風だと思われてるんですけど、なんでですかね。ちょっとリアルとかで対局するとね、本当になんか受けをよく言われるんですけど、ネットだと自分攻撃的な棋風のイメージを持たれてますね。まあそれは4五桂長久戦を一時期やりまくってたからっていうのもあるのかな。まあ実際は受けの棋風ではあるんですけど、まあ攻撃するときは攻撃します。でも受けです。どちらかっていうと受けの棋風です。ということで、今回はね、こんな感じで、勝ち切ることができました。ということで、自分が、まあ、ここら辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。概要欄に自分が執筆した、初段に必要な対局観、考え方、テクニックという本があります。4冊ぐらいあります。3冊か。3冊と、まあ、なんか、早繰り銀のやつがあります。まあ、どちらかっていうと、その初段に必要な対局観、考え方、テクニックをおすすめしたいなって思ってます。いろいろな戦型を見ることができるからですね。なので、もしよかったら、まあ、比較的普通の本よりは安いので読んでいただけたらなって思います。ということで、ここら辺で終わりにさせていただきます。ありがとうございました。バイバーイ。